や、しょばい。焼きそばです。本当はさ11時半からさ配信しようかなって思ったのにさ、起きたのが11時半だった。こんにちは。やっとサイン書き終わった。雪降ってるみたいですね。そうなの？さっき起きたからわかんない。外見てないや。すごいすごいすごい。すごい、そば。雪降ってんの？こんにちは。外見てないんだよね。カップ焼きそばです。もう何も作る気起きない、この舞台期間中は。そしてジャンキーなものが食べたくなる、マジで。みんな雪降ってんだね。気をつけてね、転ばないように。何時まで？半までかな。半、1時半。早めに出るよ。夜勤明け。寝な。
は1回公演。無言になっちゃう。もうさ、カップ焼きそばの何が好きかってさ、キャベツとかなんだよね。わかる。火薬が好き。あと半日で休みだ。頑張れ。火薬が好きなんですよ。うん、な、美味しいよね。そう、隅っこに溜まるの、こういう火薬って。なんでだろうね。青のりがつくんだよね、絶対。これ火薬率高い。めっちゃわかる。だってほとんど今火薬しか残ってないの。ほら、ほぼ火薬。おいしい。そういうもんか。いやー、今日いっぱい寝たな。9時半とかにアラーム鳴らしてたんだけどさ、普通に寝たもんね。麺より袋麺にハマってますだって。美味しいよね。食べた食べた。体は疲れ、めっちゃ疲れてるのに4時間しか寝れませんって。いっぱい寝なさい。おや、
ちは。やばい、10分で食べ終わったわ10分もかかわらず食べちゃったね。みんなのお昼は何？今日も A の後は楽しみに新宿向かいますって。マジ？どうしよう、今日どうしようかねパン、塩ラーメン、カレー、セブンのカレーパン美味しいよね。おー、チョコのバラありがとうございます。すっごい青のりがついちゃう。今日も今日とてお弁当、塩パン、シーフード、なんだろう、うわ、ネギシ、うわ、アジフライ、いいね。納豆巻き、美味しいね、納豆巻き。カップ焼きそば食べようかな。だって普段食べてそうだよね。ちゃんと体にいいもん食べな。こんにちは。マックって美味しいよねマックって美味しいよね。めっちゃ思う。この前の配信からサムライマック気になってます。美味しいよ、サムライマックのダブル肉厚ビーフハンバーガーです。私が好きなのはなんか2種類あるんですよ、サムライマックって。ダブル肉厚ビーフの方がなんかトマトとベーコンが入ってるやつがあるんですけど、私はダブル肉厚ビーフバーガーが好きですあ、そうだ、クレンジングないんだよね。クレンジング買わなきゃいけないな、アマゾン。クレンジング、もうね、クレンジングがないんですよ。購入履歴でないかな。ベーコントマト肉厚ビーフか。でもね、私はダブル肉厚ビーフだな、好きなのは。どこだっけな、購入履歴ってどこで見るんだ。ここだ。出るかな。あ、やばい。じゃあ、あった。クレンジング。バラありがとうございます。リップモンスター、リップモンスターずーっと狙ってるのに全然ない
全然ないんだよな。今日も舞台頑張ってね。だってありがとう。ずくずく汁って何？あ、もずくかな、もずく汁か。ずく汁ってなんだって思っちゃった変なところで切っちゃった、すいませんリップモンスターどこに売ってんだろう。本当によいしょ。なんか青のりがいる気がする。焼きそば食べると青のりがさついちゃうのやだよね。リップモンスター昨日買った。マジ？リップモンスター本当にないんですよね。ずっとさこのさ03番がさ欲しくってさ狙ってんのに全然ないの。全然ないの。見たことない。見たことはあるか。私も1本は持ってんだけど限定色だかなんだか新色だか持ってるんだけど、この普通の色が持ってない。本当にない。めっちゃすごいんですよリップモンスター。本当に全然違う。私はねクレンジングを買おうと思ったのよ。クレンジング、あれも買わなきゃね。警察コスプレ03番はアマゾンであった気がする。なんか違うの、定価じゃないんだよ。あっても定価じゃないから、そう言ってね。こんにちは。よし、ポチッとな。できた。もうあとちょっとでクレンジングなくなっちゃうところでした。危ない危ない。イオンとかアピタとかベイシアは狙い目みたいよ。そうなんだ。イオンとか、イオンとか売ってるかな。すっごい寝癖どうしよう駅から離れたところだとたまにあるらしい。あ、そうなんだ。へえ。
駅から離れたところね。駅から離れてたら誰も行かないか。2月ももう半分だよ。もうちょっとで。早くない？信じられないんですけど。マジで。今日10日でしょ？もう中盤じゃん。そう、2月28日しかないしね。え、これ卒業近づいてきてるけど、なんか卒業するって実感が本当に湧かないです。寒すぎて布団から出られませんだって。出なさい。出なさい。ね、卒業公演心配だな。レッスンが卒業公演のレッスンの時間取れなかったし、ちゃんとやりたいのに。こんにちは。目がかゆい。舞台終わってからも意外とバタバタするんだろうなって思ってる。スケジュール来てたの。そういえば本人より周りのメンバーの振り入れが大変そう。そうなんだよ、そうなんだよ。本当に面白いよね。私2日間しかないからね、レッスン。嘘でしょ、ドン引きなんだけど。
それどうやってさちゃんとしたのをさ作るんって話だよね。本当に嫌だ。私は前からちゃんとしたいですって言って。まったく。こんにちは。こんにちは。こなすだけになりつつあるのかな。そうなんじゃない。お金がかかるからね。なんだったっけ。あ、そうだ、なんだっけな。できたらドラさん5周年公演。あ、そんな話一切出てないんでやらないですよ。いや、去年からやってないよ。いや、マジで出てないですね。そんな話一切出てないですね。はい。ね、前から話があったら予定入ってたんじゃない？私生きてるかな。こんにちは。はあ、私はもうちゃんと卒業公演なりはしたいな。頭抱えちゃう。最後のステージなのに最後のステージなのに、ちゃんとリハの時間も取れないなんて。こんにちは。ねって言っちゃった。やだな、卒業公演で何か失敗すんの。100中とか98中堅持ってる人いっぱいいて入れる気がしない。でもさ、推しメンじゃないさ卒業公演見てさ楽しいのかな。出とちりましたなんてなりませんよね大丈夫です、ならないです。
ぱなんだろう、卒業公演は私のことが好きで私のことを応援してくれて、これからも応援してくれて、なんだろうな、おしゃべり会とかメールの返信とかしてくれた方とかに来てほしいなって思っちゃうよね。そのためのなんか推し登録ってやつだと思うんだけどね、私は。発表されるかな、卒業公演の日程。もうちょっとしたら、いやだからさ、当落までさ安心できないよね、私もみんなも。こんにちは、当たるのを祈るだけです。推してる人が入れなくて悲しむ人がいると思うと投げないと思うけどね。2月後半全部休みにしたのに3月まで卒残業ですとか言われたら終わりますなんて。大丈夫です、残業はなりません。残業はなりません。残業ってすごすぎだろ、ユナコよくやったよね。早めに当落出て休みとか予約できるようにしてくれるといいんだけど、結末試験が入っちゃって日程ずれたらいけない可能性。もうさ、もう諦めちゃってるよねきっとね。こうしてくれたらいいのになとか思ってもさ、あもういいやって。ねえ、振り替えもあるみたいだし。今までのシングルのそのおしゃべり会の振り返りもあるし、あの4月のオフライン会売っちゃってたじゃん、それもやるんだって私。4月私卒業していないから前倒しでやるんだって。
フラインはオフラインで、それは分かんないけど、そうだからみんなにさ会えるのはすごい嬉しいことなんだけど、もうなんか複雑な気持ちだよね。なんかあ利用されてるっていう。そう、オフラインとオンラインやると思うよ。ちょっと待って、私確認するね。ちょっとあのこれ似合わせだからね。これはあの似合わせだから安心して。あ、そうそうそう、やるよやるよ。あ、いや、やるよって言っちゃった。やると思うよ。プーンってプーンって似合わせておくね。そうそう、はい。そう、あのね、あの平日ではないです、平日ではないです、安心してください。だからあのはい平日ではないです。振り替えも4月分のやつも、うん、なんか4月分のオフラインとアルバムのツーショットの振り替えがセットになってるね。なると思う、間違えた、なると思う。リアルの方はに土日ないね。土日埋まりましたね。土日埋まりましたね。だから私さ、絶対卒業公演でしかさリバイバルやらない気がするんだけど。ツーショット振り返って中止になったやつか。え、中止になったっけ。え、中止になったっけ、ツーショットって。あー、なんかあったね、あれなんかあったね。なんでだっけ。あ、そうだ、コロナだ、そうだそうだ。でもなんか複雑な気持ちだよね。青とかもそうなるんじゃないかな、わかんないけど。私がだって4月分を前倒しでやるんだもん。くしゃみ出そう。あおちゃんも一緒にやるかも、やるとかも、いや、それは知らない、それは 100% 知らない。そう、ね、こんにちは。なんかすごい外が寒そうな感じがするんですけど、ね、なんか複雑よね。
振り替え分を返金してもらいます。卒業も子も会えるから。全然全然申し訳ないなんて思わなくていいんだよ。それは自分の選択だからいいんです。うん、まあぶっちゃけ卒業後もね、私活動するからさ、卒業後の方がなんかお得です。お得ですって言い方あれですけど、はい、オンラインとかなんて、はい、だから別に、そうそう、コスパはねすごいいいですよ。だから別に、いや この振り替えとか必ず来てってとは言わない。うん、どっちでもいいよって。みんながそれを選べばいいんだから。全然。うん。卒業したらもう配信しないんでしょ。だからもう あんた何を見てんの本当に。もう。本当に私の SNS もチェックしてないんですね。それならもうコメントしないで。いけない日程なら仕方ないし。確かにね。そう、3月12日ね。3月12日の18時以降に時間空けていればいいことがあるかもよっていう最大な匂わせを以前からしてるので超前もって言ってるよね超前もって言っちゃった。でも今会えるようなイベントもね、計画中なので楽しみにしてて。舞台頑張れだって。ありがとう。うん、こんにちは。みんながね気持ちよくさ、なんか私とこう話せるというか、みんなが気持ちよくおたかつができる選択をしていいと思うよ。うん、別にこの振り返りに必ず来てくださいとは言いません。返金対応してもらうのも自由だし、振り替えに来るのも自由だし、ただ私から言えるのは、卒業後も変わらずそういう機会を作るよっていう話。だから別に今急いでちかなちゃんに会わなきゃ、ちかなちゃんと話さなきゃって思わなくて全然大丈夫だよっていう。
そんな感じです。なので安心してください。ちょっと待ってね。新宿着いたの早くない？午後も仕事頑張ります。だって頑張ってください。いってらっしゃい。うわ首が。舞台楽しかった。よかった。それはありがとう、来てくれて。私リップ塗りたいんだけどさ、リップあったかな。ないんだよね。あと4回ですから。雪降ってんのかな、見えないんだよね。午後から仕事したくない。頑張って頑張って。新宿も雪降ってるの。だって新宿にいる方いらっしゃいますか。私に聞いても答えませんからね、場所バレるんで。バレンタイン作るの迷ってるんだけど何がいいと思う。なんだろう、どういう系がいいんだろうね。甘いのがいいのか、こうあんまり甘くないのがいいのかじゃない。焼き菓子がいいのかケーキ系がいいのか。もう帰りたい。さよなら。さよなら。甘い系、甘い系か。何がいいかな。簡単なのと難しいのだったらチョコのケーキ系。あ、いいじゃん。チョコのケーキ系絶対美味しいよ。いいと思う。それはもらう方に聞かないと。いやでもさ、バレンタインってさ、別にそのもらう人にさ聞かなくない？私だって友達に何食べたいとか聞いたことないもん。友チョコでさ交換したりとかするけどさ、チョコ何が欲しいって聞かなくない？私聞かないんだよね。
その時の私の気分のものを作って毎回あげてます。何がいいんだろうね、チョコ系。チョコ系か、フォンダンショコラかな。バレンタイン毎年迷っちゃう。だって、女の子、私もう何年も作ってないや何年も作ってない。仕事行ってらっしゃい。今日のクレナ頑張ってね。だって、ありがとう。頑張るよクレナ頑張るよ。フォンダンショコラあり？よかった。フォンダンショコラ美味しいよね。でもさ、私さ、これ矛盾してるんだけど、友チョコとかでなんかトリュフとか生チョコとかあげるのは嫌なの。でも友チョコとかでトリュフとか生チョコをもらうのは好きなの。年代作ってなかったっけ？それね、コロナ前じゃない？ 3年ぐらい作ってない気がする。コロナ禍になってからあんまり作ってないんですよね。なんかわかる？分かってもらえる。ぶっちゃけちゃうと、トリュフとか生チョコってなんか簡単なんですよ、作り方。誰でも作れるような感じなんで、なんか開けるときに手抜いてるって思われるのは嫌なの。この子チョコ作るのめんどくさかったのかなって。でも一番無難で一番美味しいから、トリュフとか生チョコってめっちゃ美味しいんだよ。だからもらうのは好きだったそう一番美味しいんだよね。一番無難で一番美味しい、本当に本当に。そうなの。おいしい大事、本当にそう。私今まで何作ったんだろう。結構作ってたな、マジで覚えてないかも。それこそ定番の生チョコとかトリュフを作ったことあるし、あとメレンゲを焼いたやつとか、あとなんだろう、マカロンも作ったことあるし、生チョコケーキもそうだし、なんかレモンのタルトも作ったことあるな。料理、お菓子作りがすごい好きで、小学校の時から普通に作って持ってってたんだよね。一番ダメなんだけど持ってって交換してたな。
懐かしいな。懐かしいな。高校の時何作ったんだろう。もう覚えてないかもしれない。高校の時ムース作ったのかな。あれもう覚えてないや。何作ったんだろう。同級生でありたかったって。クラス全員に作ったことあるよ私、中学の時。クッキー、クッキーだ。クッキーはねマジ大量生産できるからいいんですよ。クッキーって楽なんだよ。クッキー、クッキー簡単そうに見えるじゃん。クッキー楽だからね。なんか別に湯煎とかも必要ないし、クッキーってただバターに砂糖に粉入れて卵入れて丸めて傾くだけだもん。そうだからクッキーって大量生産にめちゃくちゃ向いてて、懐かしい。中学の時クッキー作ったな。クラス全員に渡した。なんかクラス全員に渡すっていうのが流行ってたというか、なんかそういう話が出て女子同士で、だから女子みんなでやってたな。懐かしい。湯煎って大変なの？湯煎って楽そうに見えるけど大変なんですよ。湯煎することによってそのまずお湯を用意しないといけないっていう面倒くささがあるんですよ。別のボウルを用意してでチョコを溶かすっていう、その洗い物が増えるっていうのもそうだし、湯気とか湯煎こうやってしてた時にお湯がねチョコに入っちゃうともう固まんないんですよ。だからそういう失敗とかあるから、湯煎はマジでめんどくさい。一番めんどくさい。洗い物が増えるからやだ。そう、包装にもこだわってた覚えがある。あれですか。このインスタに載せたやつ。いつだっけ、それ作ったの。それこそなんか企画だったよね。え、だいぶ前じゃない？全然出てこないけど、あったあった、2021年だよ。これでしょ。これよくやったよね私ね。これよくやったよね。ほら。よくやったな。お店みたいだよね。自分で言うのあれだけど、懐かしい。絶対これ優勝だよね。これ優勝だよ。懐かしいなね、お店みたい。自分で言うのなんだけどね、お店で売ってたらこのね気泡とかダメなんですけどね。もうちょっと丁寧にしなくちゃいけない絶対。いや、よく頑張ったな私。
綺麗かも。ね。もう商品だ、だって。商品か。君を待ってるから。絶対これ優勝だったよね。それぐらい出来が良かったです。本当に。ただいま帰り。2019年はケーキ2つ作ってたらしい。生チョコケーキとなんかオレオのケーキだっけ、なんか作ったよね私ね、2種類。懐かしい。研究生公園に持ってったな。それもらったらまず見せびらかすわって。パティスリーオープンしたら買いに行かせていただきます、だって。あの大丈夫です、オープンしません。牛タン届いたのでいただきます。もうどうぞ食べてください。こんにちは。すぐちゃんのカフェにお菓子、なんだこれ、なんとかしてほしい、なんだろうこの、読めない。大体夜は下ろしてほしいってことか。数えて。そんな技術があるのすごいですよ、だって全然ですよ。でも一番難しいなって思ったお菓子はマカロンですかね。やっぱりマカロンが難しいなって思いました。私せっかちなんだよね。お菓子作りに一番向いてない性格してる。せっかちなんですよ私、すごく。そう、夢得意なんだって。マカロン難しいんだよね。なんかね、アーモンドパウダーを入れて作るんですけど、マカロンってアーモンドパウダー入れるとね、うまく焼けないんだよ私。マカロンって作れるものなの？作れます。でも難しい、難易度高いですよ。マカロンはね、うまく作れないですね私。せっかちなんだよね。待てないの。ちゃんと乾燥させてから焼かないといけないんですけど、待てないんだよね私。待てないの、せっかちだから。一番良くない性格してるよね。
シュークリーム作ったことあるよ。せっかちで短気でよくない性格してるわそう、専用の設備とかないと無理なやつかと思ってた。うん、全然全然です。マカロナージュでした。そう、マカロナージュっていう工程があって、あの簡単に言うとメレンゲ作るんですよ。メレンゲ作って、そのメレンゲを潰す作業があって、そのメレンゲを潰す作業をマカロナージュっていうんだよね確か。それをやってツヤを出すんですよ。こうやってこうやってヘラでボウルにこう押し付けて潰すんですけど、それをやることによってツヤが出るので、ツヤが出ると大丈夫だよっていう合図なんだよね。うまく焼けますよって合図で、でそれで絞って乾燥させるの。最初乾燥させて、こう1時間ぐらいね、その時期にもよるんだけど、こうやって触った時に生地が指につかなくなるぐらい乾燥したら焼いて大丈夫だよって。乾燥させないとピケだっけ、なんかあるじゃん、マカロンもさ縁にさウェーってなってるよね、あれができませんよっていう。それがね、難しいというか私待てないんだよねそう、マカロナージュできるんだけど、そう、ワイも待てなそうだって。私は待てないから安心して。あ、なんか楽天開いちゃってる。ちょっとお父さんから LINE が来てたな。カヌレは作ったことないですね。私カヌレ好きじゃないから作らないですね。カヌレ好きじゃないんだよね。でもカヌレはバターをいっぱい使うから高くつくからやだやだ、バターいっぱい使うんだよねカヌレって。確かこんにちは。ねえ、みんなはチョコをもら、何もらったことあるの？バレンタインのチョコ。「これは聞いちゃいけないやつだった」本命ギリ？え、本命聞いていいの？じゃあ
ことある人手あげて。どれどれ。本命もらったことある人。インスタの質問箱で募集してみたら。本命。あるの？あるの？ごめん、違うの、悪気はない。本当に悪気はない、楽しんでるだけです。あんたことあんの？ほんめ、やだやだ、あんたもらったことあったんだ。おいおいって言っちゃった、すいません。え、何それ、ある意味告白ってやつですか？本命もらったことある人に聞くね。そうやってバレンタインの日に好きですみたいな感じで告白されたってこと？やばい、想像、一人で想像して楽しんでる。やだな、ちょっと待って、面白いぞ、それは面白いぞ。面白いぞ、面白いって言っちゃった、ごめん。楽しそう、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。それで付き合ったんですか？付き合ったんですか？ごめんね、公開処刑ですよ、狙い撃ち。だってさ、自分のさ、ファンの方がさ、誰かとこうね、なんか付き合ってるって想像すると面白いよね。面白いんじゃない、言葉間違いだね、ごめん。なんか想像してると楽しいよね。はい、って、あー楽しい。あー楽しい。だってさ、想像つかないじゃん、想像つかないじゃん。だって今は私のこと好きなんでしょ、みんな。超自信家だよね、私のこと好きじゃんみんな。でも別に好きな人がいたってことでしょ、過去に学生の時とかさ。いやーだー、ちょっと見てみたいんですけど。見てみたい。だって今はさ、ねえ、力なさしかって言ってる人がさ。ちょっと過去の女。はあ、面白い。 いや、見てみたい。見てみたいです。想像つかないんだもん。想像つかなくない？私は今のファンの方しか見てないからさ。想像しただけでにやけちゃうもんだって。今の顔、悪い顔してるね私。楽しい。やっぱ私みんなをいじることが楽しいわ。みんなをいじることが楽しいですね。
ベタ。生き生きしてる？本当？楽しいね楽しいね。寒い、とても寒い。え、渡り鳥入ったん？調べてみるね。入ってなさそうだな。入ってないですね。入ってないですね。たりどり。入ってる、入ってるよ。入ってた。 NGT の方で検索したら入ってないけど、曲名で検索したら入ってた。渡り鳥、うん、入ってた入ってた。入ってました。あれ入ってないのかな。自然渋滞。自然渋滞ないですね。自然渋滞はないんだな。他の曲はないですね。渡り鳥。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。そう、あ、こっちだ。よいしょしょ。じゃあ歌って終わりにしようかな。気まぐれ渡り鳥歌おう。いいよ。うまく歌えるかは知らんよ。どうです、聞こえてます？おし、じゃ充電が 23% だってオッケー。歌ってなさすぎてさ、どんなのだっけ。いきます。聞こえてる？
景色は変わらない、眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。難しいねラップのところ。わかる。あのね、舞台やってからなんかね、めちゃくちゃね声の通りがいい舞台期間中は声の通りがいいですね、すごくはい。
気まぐれの一曲でした。こんにちは。ショールーム初渡り鳥をちかなちゃんので聞けてよかったですだって。嬉しい、ありがとうございます。転調してるけどそこも地声で出るのは良かったなって思った。いい曲だよね。まだ直接見てないかも。マジ？あ、見ないまま終わっちゃいますね。でも私もだってオリジナルのポジションで1回しか踊ってないし。そう、オリジナルのオリポジはね1回しか踊ってないですね。あの披露の時しか踊ってなくて、それ以降はつぐみさんが卒業されちゃったんで、なんかつぐみさんの穴をカバーして埋めてるって感じです。すっごい寒い。そうなの。だから1番も2番もあの追っかけ、サビの追っかけの方を歌ってるんですよね。わかるかな、私が言いたいこと。靴物、本当は一番はいくつもの荒波をなんですけど、つぐみさん卒業されちゃったんで、そう海流んとこ歌ってんの。私歌番組見てもらったらわかるかも、プレイリストさん見てもらったらわかるかもしれないんですけど、そう声でとこ歌ってるんですよね。オリポジでは歌ってない。なんか1番も2番も追っかけを歌ってる。そう、あら、もうお時間ですね。ということで男女読んで終わりにします。13位ラーマさん、13位ラーマさん、12位カズさん、12位カズさん、11位永瀬れんれんさん、11位永瀬れんれんさん、10位鈴木秀和さん、10位鈴木秀和さん、9位成下さん、9位成下さん。8位ナチュラルさん、8位ナチュラルさん、7位ゆめちゃんのさん、7位ゆめちゃんのさん、6位 D 山さん、6位 D 山さん、5位ペンギンさん、5位ペンギンさん、4位タキオビルさん、4位タキオビルさん、3位トムネコさん、3位トムネコさん、2位カブさん、2位カブさん、1位リナオさん、1位リナオさん、ありがとうございます。はい、ということで本日の配信終わりになります。すごい音がするけど大丈夫かな。はい、夜はまたできたらやりたいと思います。はい、ということで今日も舞台頑張ってきます。はい、またね、ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ。